皆さんこんにちは。オフィスまゆみのあやちゃんです。イエーイ。はい、今日はですね、火曜日でございます。火曜日はオフィスまゆみチャンネルは脳トレの日ということで、脳の筋トレをですね、皆さんと一緒に楽しみたいと思います。最後にですね、ひとりさんの生声も聞けますので、ぜひぜひ最後までお楽しみください。一緒に脳を鍛えましょう。ということで、今日はですね、またひとりさんと一緒にお題にね、答えて脳をトレーニングしていきたいと思うんですけど、大事なのは一緒のね、今日のお題を皆さんも一緒に考えていただいて答えを出すっていうことですね。皆さんなんかこういうのをね、オフィスまゆみチャンネルを見てくださってる方っていうのは、ひとりさんの斉藤ひとりさんのことが大好きだったり、宮本まゆみさんのことが大好きだったり、本とかね、いろんな知識を入れてる方だと思いますので、もうねバッチリだと思いますので、今度はね、入れた知識を出す練習だと思ってやってみていただければと思います。そしてね、こう毎週なんでやってるかっていうと、こう問題に答えるっていうことができるようになると、まあ、他のね方のから寄せられた問題なんですけど、それに答えるようなことができるようになると、同じようなことが起きた時、慌てずになんかすぐに解決できたりとか、全然違うような、ね、生活してると日々いろんなことって起きると思うんですけど、答えを出したり解決したりするのがめちゃくちゃ早くなりますからね。皆さんも一緒にひとりさんの成功脳の回路を筋トレして作っていきましょう。はい、ということで今日のお題早速呼ばせていただきます。今日のお題です。はい、新婚ですが、夫の母が毎日のように家にやってきて晩ご飯を食べて帰ります。毎日だと疲れます。夫は当てになりません。何かいい方法はありませんか、ということでございます。はい、新婚さんでね、毎日義理のお母さんが晩ご飯を食べにやってくるということなんですけど、はい、皆さんどう思われますか、ということでシンキングタイムいきます。考えてみてください。はい、ということで私のお答えなんですが、そうですね、毎晩来る、お母さんがご飯を食べに来るっていうことなんですけど、もうこれははっきりお母さんに言った方がいいと思います。私たち新婚なので、ちょっと2人でねご飯食べたいので、よかったらお母さんね、週に1回にしていただけませんか、とかですね、はっきりお母さんに伝えた方がいいと思います。多分ね、毎日来られて嫌だなと思って、ちょっとこう嫌な雰囲気を出してみたりとかはしてると思うんですけれども、それでもね、お母さん多分気づいて、毎日来るということは毎日気づいていないのでね、一回にしてもらえませんか、っていうふうにはっきりお母さんにお願いしてみてはいかがでしょうか、ね、であんまりね、こう重々しく言うとお母さんも傷ついちゃうかもしれないので、なんか軽い感じで、お母さん、ですね、私たち新婚でちょっと2人でご飯食べたいなと思うので、お母さんもね、ご飯食べ、お母さん来ていただくのは全然嬉しいんですけど、週に1回とかにしていただけませんかね、みたいな感じでちょっと軽くね言ってみたらどうかなと思います。はい、ということで早速ね、私の答えより皆さんひとりさんの答えが気になっていると思いますので、ひとりさんの答え聞いてみたいと思います。いきますよ。今回、あ、切れた。愛の質問です、はい、新婚ですが、夫の母が毎日のように家にやってきて晩ご飯を食べて帰ります。毎日だと疲れます。夫は当てになりません。何か良い方法はありませんか、ということですけれども、これね、お母さんにね、お母さんね、私たち新婚だからね、二人にさしてって言えばいいの。それで遠回しに言うと、はっきり言っても分かんないぐらいだから、遠回しに言ったら全く分かんないよ。で、言う時のコツは気楽に言わなきゃダメだよ。思い詰めて言ったりね、重く言っちゃダメだよ。軽く言わなきゃダメなの。なんでかというと、もう親子だからね、気楽に言うんだよ。
気楽にね、新婚だからね、本当にね、言ったらいいんですよ、うん、お母さんよ、二人にさせてって、二人にさせてって、ね、うん、新婚が過ぎたら来ていいかなって、うん、30年は新婚だからね30年は新婚だから本当だね。そしたらずっとこれになるんだけど、まあいいのあれですよね、それでいいんだよね、それでいいの、そのくらい言っていっても来るそうそうわ、うん、分かりましたということで、気を軽く、あの笑顔でね、またゆっくり顔そうそうそう、ね、軽くね、軽くよろしくお願いします。おめでとうございます、新婚。はい、ございます。はい、ということでした。すごいですね、30年は新婚だからって言ってましたね。はい、皆さんの答えはどうでしたか。もうね、本当に皆さんのね、出す答えも本当に素晴らしいし正解だと思うのでね、誰の答えが良くて誰の答えが悪いとかではなくって、こうね、出すっていうことがね、答えを出すことが本当に素晴らしいことですので、皆さんもぜひぜひ一緒にチャレンジしてみてください。そしてこの動画が良かったら、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。今日も最後までありがとうございました。皆さん、今日も最後まで動画見ていただいてありがとうございます。ここからはまなちゃんからの最新情報です。健康になりたい人、綺麗に痩せたい人を応援する新サプリが出ます。その名も痩せ陣です。ただいま予約殺到中です。大人気のため、お一人様5個、限定5個までです。ご予約はお近くのマルカンのお店、またはオフィスまゆみまでお電話ください。オフィスまゆみはあなたの健康と綺麗をサポートしています。あなたのご予約お待ちしております。